株式会社オーネットはオーネットを運営する結婚に特化した関連のサービスを手掛ける日本の企業である。当社は結婚相手紹介サービスオーネットを主事業としており国内最大規模の会員数と成婚者数を持つ。データマッチング、ウェブや会員誌による検索、写真による検索、パーティーイベント、引き合わせ等による未婚異性の紹介サービスを提供している。 各サービスはリアルで提供するとともに、ほぼすべてのサービスをオンラインで提供している。ダイレクトマーケティングをメインとした広告プロモーションを展開、テレビ CM なども行っている。中高年向けには、オーネットスーペリアというサービスも展開し、こちらは必ずしも結婚相手にこだわらないパートナー紹介サービスを提供している。もともとは1980年に、 配偶者選択システム研究所と大阪結婚医学ガイダンスが前身となり、OMMG として設立された40年以上の実績を持つ結婚情報サービス業者である。なお、OMMG とは大阪メディカルマリッジガイダンスの略。OMMG 時代にイメージキャラクターとして起用されたタレントには、豊原康介、長崎博美、 稲森泉、その高子に、うっちゃんなんちゃん、久本まさみ、小雪、真部香里などがいる。1997年からは、オーネットの名でサービスを全国に展開して知名度を高めるとともに、業界でも大手の位置を占めるまでに成長したが、相次ぐ、競合の出現などで収益が悪化し、2007年12月に、結婚情報サービス事業を楽天グループへ譲渡、 同時に株式会社を目指し産管理と称号を改め、2009年9月に破産。破産総額はおよそ22億8600万円。2015年1月にサービス名に楽天が関され、楽天オーネットに改められた。2018年4月には楽天から楽天ウェディングの事業を譲り受け、式場探しや事前準備など、 結婚式に特化した情報サイトの運営も行うようになった。2018年12月に楽天が保有する全株式を投資ファンドであるポラリスキャピタルグループへ譲渡された。2019年よりサービス名をオーネットに戻した。2020年創業40周年を迎え特設ウェブサイトを開設。全国40社にサービス展開している。 いい夫婦の日、第2回パートナーオブザイヤーより協賛を行っている。ありがとうございます。